昨日投開票された豊見城市長選挙は、自民党と公明党が推薦した新人の徳本嗣人さんが13,335票を獲得し、玉城知事らが支援した現職の山川仁さんに2,800票差をつけ、初当選を果たしました。どさっとしこの方に、これからの豊見城は頼むよっていう重責を今背負わせていただきました。市民とともに幸せな豊見城を私は築いてまいります。徳本さんは新たな富を生み出す豊見城を掲げ、英語教育の充実や公園などのインフラ整備を柱とする政策で支持を広げました。できることは市民サービスについてはできることは全てやってきたと思っています。このうねりはですね、やはり隣ですから那覇にはかなり影響すると思いますので、しっかりとそれをバトンを受け渡してですね、総力を挙げて我々も応援していきたいなというふうに思っております。自公勢力は今月23日に控える那覇市長選挙に向けて弾みにしたい考えです。4年前の数値よりも足りてないという状況があります。今回大変残念な結果でありましたが、この場を借りしてお詫びを申し上げたいと思います。本当にすみませんでした。山川さんは玉城知事との連携や子育て支援の充実などを訴えましたが、及びませんでした。玉城知事を支えるオール沖縄勢力はこれで今年の市長選挙では6連敗となりました。それは仲間がね、選挙で負けるということは非常に、心寂しいことでもありますし、残念なことではありますが、しかし選挙の結果は有権者の審判判断ですから、それは我々は厳粛に、受け止めるということに尽きると思います。投票率は 49.72% で、前回の 53.28% を 3.56 ポイント下回り、過去最低となりました。